ば水珠ちゃんの登場からこんなに元気な挨拶ありがとう。私たちスーパー耐久シリーズ公式イメージガール SBSwitchです。みんなありがとう。すごい、富士の2日目はちゃんと晴れててよかったですね。お天気も昨日とは富士山はね見えないけどね、見れたらいいね。ちょっとね頑張ったら見えそうなぐらいで、していきたいと思います、はい、その前に水珠ちゃんの紹介をさせてください。私たち水珠はスーパー耐久シリーズの公式イメージガールとして活動しています。イメージガールの活動とともにこの歌って踊るライブステージも行うアイドルユニットも行っている3人組の、水珠ちゃんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。もう覚えてくれてますかね。初めて見るよって方とかいらっしゃいますか。ぴったりな曲調で今年の新曲になっています。かっこいいメロディーなのでみんなたくさん聴いて手拍子なんかもして盛り上がってください。それでは聴いてください。2023スーパー耐久シリーズ公式イメージソングスルーザライト。
ありがとうございます。はい、ありがとうございます。みんな水主ちゃんの自己紹介までノリノリでやってくれてハート大好きです。大好き。はい、早速2曲目に参ります。次の曲は SDGs をテーマに作られた楽曲です。楽曲です。わかるよ。はい、私たち一人一人のできる小さなことが大きな輪になっていけるよう心を込めて歌わせていただきます。聴いてください。
ど、でもオフ会だとね、お酒を飲みながらね、みんなで心を許しながら話せる場なんじゃないかなって思ってて、結構、うん、うちらって定番になってたじゃないですか。そう、定番だったね。毎回だよ ね。毎回撮影会の後はオフ会があって、そう、うん、あれがめっちゃ楽しかったですね。しかもなんかそれをきっかけに、なんかより仲良くなれたファンの方とかもやっぱいて、大事な場でしたね、確かに。すごいなんかチッチをしてたイメージがありました。チッチしましたね。なんでゲームをしながらね、食べたり飲んだりしてましたね。アビール会なのね、はい、飲みもすごかったですね、はい、アビールじゃない。私もそうオフ会のこと言おうと思ってすごいなんかあのステージでいつもこのサーキットでクイズステージってあるじゃないですか。にあの最後にホワイトボードにイラストを描く時間が毎回あったんだよね、はい、でそのスパークくんの顔のイラストだったりとか、うん、あと何があったっけ、うん、なんかこの前桃太郎描いたよね。くまモンとか、うん、桃太郎とかなんかいろいろ上手だよ。後ろに T シャツ掲げてくれてる人がいるんですけど、あの応援してくださってるファンの方がね、うん、そうグッズを作ってくれるんですよ。ね、毎回作ってくれる。知らない間にグッズ化されていて、それをあの T シャツをもらってオフ会に着ていくっていうのが私たちの恒例でした。確かにそうだね。そうだ。あれをさ見るたびにさ毎回上手に絵を描こうって思うんだけど、やっぱ絵心だけはね生まれ持ってるみたいだから、ね、なかなか難しいもんね。で言ったらやっぱその絵の対決だったじゃない、うん、そのクイズ大会かな、うんうん、それで結構まあ絵が一番下手でペケポンになっちゃうことが多くてだけど結構やっぱ連帯責任みたいになったりとかして、みんなでさ、うん、あのさ水槽作りに行ったとかめちゃ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 リコイルやつでしょ。そう、はいはい、なんかその作った水槽でなんかクレーンを浮かせるとかそういうのをやったりとか、なんかスイッシュって意外にもねサーキット、まあ、サーキットの活動はもちろんなんですけど、それ以外にもねこんなにたくさん思い出があると思うとなんかすごい急に一気に懐かしくなってきました。そう、でもその背景にやっぱみんないつもファンの皆さんがいるっていうのがね思い出深いので、もしこんなこともあったねみたいなのがあったら今日あのリップとかに貼ってください。本当にいろんなことしてる。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。それでは次の曲をお届けしたいと思います。はい、次の曲は私たちの先輩ユニットであるスマイリーさんのカバー曲になります。その名の通りみんなが笑顔になっちゃうようなポップな曲調なので楽しんでいきましょう。それでは聴いてください。Thank you.
ントで、はい、私たちのスイスの最終戦新グッズが登場します。イエーイ、言うことが分からなくなったごめんなさい、言ってた、はい、ね、今回発売されるスイスちゃんたちの新しいグッズが2024年のカレンダーになっています。はい、なんとこちら100冊限定で発売されていて、はい、もうなんと27冊になってしまいました。イエーイ、すごいことだよね。すごいよね、予選だけですごくいっぱいたくさんの方の手に渡ってとっても嬉しいです。はい、本当もうあと27冊しかないのでスイスちゃんたちの最後のグッズです。ぜひ皆さんゲットして、来年も一緒に年を迎え、ね、そう来年、いやもう本当に月巡るごとにめっちゃいいです。そう、私の見たね、みんなで見た見た、気の向いておーって、だっておーちゃんと期待を裏切らない、うんうんうん、1ページずつになってるよね。そうね、特にやっぱ12月好きだった、もう見ちゃったんだけど。12月見てない私めっちゃよかった、ライブ感満載のやつね。あと4月も好き。あーいいね、ご報告させるやつも良かったよ。まだね見てなかったもんね、昨日初めて、ね、ものを見せていただいたので、うん、ぜひ楽しみにしててください。サイン会なんですけど、それ以上並んでいただいても数が終わったらサイン会自体が終了になっちゃうので、そこだけご了承お願いします。お願いします。はい、お知らせ2つ目です。はい、12月22日にスイスちゃんの都内の卒業ライブ、サーキットでこうやってライブをするのは今日で最後なんですけれども、まだ都内で、ライブが残っています。またライブハウスでやるライブはまたサーキットとは違う景色なので、ぜひ皆さんと一緒に盛り上がれるのを楽しみにしています。22日待ってます。お願いします。はい、スペシャルソングもありますよ。そうです ね、 そうだね、練習しないとだ ね、 ね、そうだね、これから練習ですね。はい、そしてお知らせ3つ目です。その翌日12月23日には私たちスイスの卒業撮影会がございます。イエーイ。はい、ここでね、今の現段階のスイスは卒業ということで、そう、はい、実は去年卒業って言葉一回も使ってなくて、そうそう、みんな知ってた。そう、だからすごい突っ込まれた。あ、今年はみんな卒業するんだみたいな感じで言われたんですけど、本当に卒業、はい、今年はね、はい、そうですね、このメンバーはねもう見れなくなっちゃうかもしれないんですけど、この卒業撮影会にぜひぜひ遊びに来てほしいです。よろしくお願いします。お願いします。はい、そしてお知らせ4つ目です。私たちの曲1曲目に披露したスルーザライトがストリーミングサイトにて配信中でございます。イエーイ。はい、たくさん聴いて、結構ね、ここに来る道中聞いてたよっていう声も ねいただいてまして、はい、帰りもぜひぜひ聞いてください。よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、はい、それではね、ランランから今日もお知らせを、はい、ありがとうございます。しましょう。はい、はい、改めまして松田ランです。日本レースクイーン大賞2023に、松田ランノミネートしていただきました。ありがとうございます。はい、前回のスーパー GT の茂木戦にて現地投票が行われたんですけれども、ノミネートされているレースクイーンちゃん50名中のなんと上位トップ10に入ることができました。皆さんありがとうございます。はい、嬉しいです。とっても本当に皆さんが行動してくれる応援がすごくすごく嬉しいです。で、松田ランなんですけれども、2023年、本当にグランプリが取りたいです。はい、皆さんぜひ一緒に応援してくれたら嬉しいです。みんなで一緒に頑張ってくれると嬉しいです。スイスちゃんからグランプリ取れたらめちゃめちゃ嬉しいので、皆さん応援してください。お願いします。お願いします。すごいね、熱い PR でした。皆さん頑張ります。ポチポチはいつからなのかな。ポチポチはね、16日
からスタートします。11月16日からファーストステージが始まるんですけれども、そうギャルパラの雑誌を買っていただくと、うん、投票券が2個ついてくるんですけれど、それプラス毎日のネットでのポチポチも、ポチポチの投票もあって、それが16日からスタートするので、ぜひ皆さん応援してください。はーい、お願いします。頑張ろうね。です。はい、はい、もう最後の曲？そうなの、もう最後の曲なの、気づいたら。ね、もう最後の曲だ。はい、最後に皆さんに聴いていただく曲は、2022年の私たちのスイッシュちゃんが出来上がった年に作られたサーキットのイメージソングです。本当に晴れている今日にぴったりのサーキットを思わせるような、疾走感のあるかっこいい曲になっています。皆さん、1回目のステージも最